阪急阪神東方グループ阪急阪神ホールディングスアルナ車両アルナ後期川崎自由工業アルナ輸送機用品アルナ後期矢野特殊自動車アルナ矢野特殊アルナ後期アルナ後期株式会社はかつて兵庫県山崎市に存在した工業製品メーカーである阪急電鉄の子会社として設立され鉄道車両やアルミサッシなどの製造を手掛けた 2002年に事業分割され、アルナ車両、アルナ輸送機用品、アルナ版の各社に分割継承された。東京都電5500系、阪急8000系電車東部100系電車、アルナ後期製の車両に取り付けられている製造所名版アルミ車両の名版は青色になっている1991年下半期から2002年にかけて製造された車両の名番アルナ後期制の 小型冷凍版ボディを仮装した、三菱、デリカ1947年、現在の阪急電鉄の前身である、ミノアリマ電機機動の創始者、小林十三らにより、戦争福音技術者の雇用確保を図るべく、関西地盤の大手私鉄、京阪神急行電鉄の子会社として、何は後期株式会社が設立され、鉄機動車両の製造を手掛けた。社名の、何は後期は、 創業当時の本社所在地の住所表記が兵庫県山ヶ崎市北南場であったことに由来して付けられたとされる。川崎重工業、向川車両工業と並んで兵庫県内の鉄道車両メーカーの一角を成していた。何和後期は阪急電鉄をはじめ東京に進出した小林十三と親密な関係にあった初代根塚一郎の率いた東武鉄道に 後年に至るまで多くの納入実績を持ったほか、路面電車車両の製造においては特に多くの実績があった。また、東京都交通局、大阪市交通局とも長期的な取引があった。1948年、製造第1号車両となる阪急550、軽電車が完成。以後、1997年製造の8000系8040番台に、 至るまでの阪急電鉄の全車両を製造した。東部鉄道向けの最初の車両は、1951年製造の5700系5710番台で、後のアルナ後期で最後に製造された、通勤系電車となった3番系まで、数多くの車両を製造した。国鉄向けには1950年代頃に、富士車両、 川崎車両とグループを組んでよ3500型やは無9万型などの貨車を製造していたが、電車や、機動車などの旅客車を製造した実績はない。また、阪急以外の関西大手施設についても、昭和30年前後の一時期のみ、京阪電気鉄道や南海電気鉄道向けに、少数が製造されたに止まる。何は後期時代、1954年製造の、 京阪新急行電鉄線型を皮切りに、順調各構造の軽量車体を開発、親会社である京阪新急行電鉄向けのほか、奈良電気鉄道でハボ線2 0 0 1 3 5 0系、電車、栗原電鉄 M15C15 系、下杉電鉄も、波百0 0肉波22と、普通構成ながら、極めて軽量の車体を備える車両を地方施設向けに、相次いで、設計、製造した。 その他にも東京都交通局5500系電車や大阪市交通局3001系電車といった俗に和製 PCC 車と呼ばれる高性能路面電車の製造に参加しトロリーバス向け車体の設計技術を応用した暮らし交通局線型をはじめとする長軽量車を各社に供給するなど路面電車製造の実績が大きくこれは後のアルネ後期解散 アルナ車両の設立に際しても、経営方針に大きな影響を及ぼすこととなる。1950年代、軽量、堅牢な構造の鉄道車両船舶、建築用のアルミサッシュ窓を開発し、発売を開始した。アルミニウムの接合にフラッシュバット溶接を日本で初めて採用した NK 式窓の愛称を持つアルミサッシュ窓は、 当時の国鉄をはじめとする多くの事業者に好まれ、この分野で圧倒的な市場シェアを獲得した。1960年頃からは住宅用建材の分野に参入。アルミの何和を略した商標、アルナをアルミサッシのブランド名として使用した。建材部門の業績が好調であった1970年には、この商標を社名に取り入れて、アルナ後期株式会社と改称し、 その後も金属加工製品分野を中心に事業拡大を続けた。宝塚歌劇団の宝塚大劇場における公演のフィナーレで出演者がきらびやかな衣装で勢ぞいする大階段もかつては同社製作のものが使われていた。1970年代に入ると世界的なコンテナリゼーションの波を受け会場コンテナ製造にも参入している。 山下新日本汽船や内航船舎である近海優先、関西汽船等に納品の実績がある。しかし、1990年に不採算部門となった建材部門を東洋冊子に売却。加えて1990年代後半には、阪急、東部の私鉄に大納入先が、新造車両の発注を手控えたことなどから、大幅な業績悪化に見舞われ、2001年度には、 債務超過状態にまで追い込まれた。これを受け親会社の阪急電鉄は、同社の事業別分社化、及び路面電車車両を除く、鉄道車両の製造事業から撤退することを決定。新たに設立された、アルナ車両、アルナ輸送機用品及びアルナ版の3社に、2002年4月1日付で事業を引き継ぎ、アルナ後期は生産会社となった。その後、 アルナ輸送機用品とアルナ、矢野特車は資本関係の変更があったことにより、阪急東方グループを離れている。アルナ後期としての鉄道車両部門における最終製造車両は、黒部峡谷鉄道1経0 0系客車であった。この車両は、1954年に最初に製造されて、以降、アルナ車両に事業が引き継がれた今日に至るまで長年にわたって、たびたび製造されており、 何わ後期、アルナ後期、アルナ車両と3台にわたって製造されている唯一の車両である。愛知県名古屋市の株式会社アルナコーポレーションは、もともとアルナ後期と水保製作所の共同出資で設立された建材製造業者だったが、アルナ後期の建材部門売却に伴い資本、関係を解消し、2001年に現社名に改名した際に設立の由来である。 アルナの名前を冠して住宅関連の事業を行っている。その他、岡山県茨市の株式会社茨アルナなど、過去に関係のあった建材関連の企業にアルナの名称が残っている事例が見られる。ありがとうございます。